何の骨だ。足跡だ。大人のものにしては小さすぎる。人形？メーフニか。これは伝言か。ボイブ、ボイブ、ボイブ、お前にまた会えるなんて。あなたは神なの？ボイブ、俺だ、アレクシオスだ。はじめまして、アレクシオス。あれ、あなたのわし？私にもいたらな。ボイベ、俺だ。わからないのか。ここで何してる？遊んでる。私を知ってるの？ケバロニア、マルコス、アテナイ、アスパシア。何も思い出せないか？俺のことは。あなたのことは知らない。一つ目の男の仲間。誰だって？私にこの水をくれた人。霊帝の水を飲んだのか。ポイベ、どんな奴にもらったのか思い出してくれ。とても大事なことなんだ。名前は覚えてない。その人に人形を取られたの。わしの人形だな。イカロスみたいな。取り戻せば何か思い出せるかもしれない。思い出すことなんて何もないと思うけど。教えてくれ。そいつが木のわしをどこへ持って行ったかわかるか？穴がなんとかって言ってたよ。厩房の穴のことか。そう、それ。水を飲む前のことは何も覚えてないのか？わからない。ずっとここにいたの。お前に記憶をなくさせ、人形を奪ったことを後悔させてやる。取り返しに行くぞ。
つまり盗むってこと？まさか盗んだりしない。その借りるだけだ。いい考えだろ。一緒に来るか？私と冒険に行きたいんだね。いいよ。よし、冒険を始めよう。お前はケファロニアで知り合いだった女の子によく似てる。私はここしか知らない。どんな子なの？そうだな賢くて勇敢な子だった。俺のことを尊敬してると言ってくれたが、尊敬してたのは俺の方だった。そうなんだ。それその子に言ってあげた？いや、言いたかったが結局言えずじまいだった。大丈夫、きっと伝わってたよ。その子はやがてケファロニアを離れた。どこへ行ったの？アテナイだ。ペリクレスのような人たちによくしてもらってた。名前に聞き覚えはないか？変な名前だね。クシャミみたい。ならアンソーサは？一度会えば簡単には忘れられない女性だ。ごめん。よし、着いたぞ。人形を探してる間じっとしてるんだ。
ケファロニアに似たやつだ。これで記憶が戻らなかったとしても、新しく思い出を作ればいい。うまくいったろ。さあ、手に取ってみろ。何か思い出したか？アレクシオス。ああ、そうだ。よかった、ポイベ。よかった。
もう大丈夫だ。ここにいる。みんないなくなった。お父さんもお母さんもマルコスもアスパシアも、それにあなたも。どうして？私がいい子じゃなかったから。ポイベ、お前は何も悪くない。大人は身勝手で愚かなんだ。お前のような子がどれほど大切か、いなくなるまで気づけない。それどういうこと？覚えてることを話してくれ。ペリクレスは死にそうだった。まだ病気にかかってない人はみんな当てないから出なきゃいけなくて、私は一人ぼっちだった。それですまない、ポイベ。私、黄金の野原はどこ？エルシオンのことか？あそこにいたんだ。綺麗なところだった。でもお父さんとお母さんも探しに来たの。家族を救うために冥府を旅してるのか？本当に勇敢だな。あなただってそうしたでしょ。でも私はまだやり遂げてない。行かなくちゃ。お前は十分苦労してきた。それに両親は物心つく前に死んだ。不安になって当然だ。俺だってそうだった。大丈夫だよ、あなたが一緒に来てくれれば。もちろんどこへでも一緒に行くが、両親はどこにいるんだ？手がかりを見つけたの。愛する者と離れ離れになった者はイクシオンの車輪に向かう、だって。きっとそこだよ。少しは落ち着いたか？ううん。でも落ち込んでる時でも勇敢でいろって前に傭兵に教わったんだ。だから大丈夫。エルシオンまでの旅路は厳しいものだ。どうやってあそこに着いたかわかるか？目が覚めたら船の上にいて、すごく曇ってて、そしたら急に光と黄金の野原と滝が見えたの。エルシオンに入れるのは特に勇敢な戦士だけだ。たどり着けたってことはそこに仲間入りするのにふさわしいってことだぞ。え、そうなんだ。お前が両親と対面するところに立ち会えるなんて光栄だよ。二人が車輪の近くで隠れてたってことは分かってるんだ。隠れてた？何から？冥府は怖いところだし、戦うのは苦手なのかも。あなたに教わったことを教えてあげようかな。それはいいかもな。
お願いよ、もう言ったでしょう。キクロープスに伝えて、女の子もその家族もここにはいない。もう言って。落ち着け、危害は加えない。ここで何が起きたのかを教えてくれ。ケファロニアのキクロープスに墓までついていった連中が、この冥府でも奴に従ってるのよ。女の子を探すように言われてここへ来たらしいわ。一つ目の男だ。ホイベっていう女の子に会ったことある？この子がそうだ。ああ、あなたが。ご両親のことを自分の親のように慕ってたわ。一緒にここに隠れていたの。エリュシオンへ行った偉大な戦士ポイベイのことを話してくれた。私が戦士？ケルベロスが死んだ時、あなたを探しに出て行ったの。でもキュクロープスもあなたを探してるわ。ごめん、ちょっと思い出した。あの一つ目の男はキュクロープスだよ。あの水を無理やり飲まされたの。俺たちがわしを盗んだのを知って報復に来たのか。どうする？エリシオンへの門は開いてる。お前の両親も通れたはずだ。道は分かってる。あの人は？お父さんとお母さんの友達なら助けなきゃ。彼女なら自分で戦えそうだ。この近くにケールがいるはずなの。頼めばきっと戦いで怪我した人たちを癒してくれる。だから。ボイベ。大丈夫、すぐに済むから。エルシオンにはその後で行けばいいでしょ。うん、分かった。けど無茶するなよ。何かあったら大変だ。